はい、どうも、スカイチストイックな怠け者、テッケテッケです。はい、そして、ショウケイちゃん。先ほど分析前編動画やってきましたが、今回はタイマン戦ですね。はい、1004に1月に、戦力ちょっと前後しますが、まあ、2200万から、まあ、低い戦いだと1700万ぐらい、お相手さんに合わせて戦力挑戦しながら、まあ、今回タイマン戦してきました。まあ、基本的にはこんな戦力で、パラメータもおおよそこのぐらいですね。で、今回はタイマン戦。それぞれやってます。はい、物理会心ダメージなんかも割と現実的な値になってますね。はい、として、まあ、いろんな副将ちゃんと戦ってきましたが、まずもう今戦い終えて収録してるんですが、やばかったです。タイマン戦、はい、ちょっと一回この試合見ていきましょう。はい、リュウビカリンさんの最新キャラクター、はい、大天狗ですね。まず試合始まった瞬間、まあ、この前のキョウイちゃんと同じく相対する敵に対して麻痺2ターンを状態性 100% 無視してつけるんで、まあ、絶対先手になるんですね。はい、でこっから流れがマジでおかしくなってて、はい、スキル1、まあ、威力もまずまずいいですね。落として、で落とすとまた追い打ちで追加攻撃が発動するんですが、敏捷値で勝ってればここでも麻痺が2ターンまたつくんで、まあ、結局2ターンタイマンだと足止めがさらに走って、はい、大天狗何もできずスキル2ターンの麻痺、この状態で1回落とします。そうするとまた追い打ちの2ターン麻痺がここで入りますね。はい、そのせいでスキル2ですね、攻撃最後の範囲攻撃のところで追い打ち麻痺2ターンから、はい、今最後の範囲攻撃で麻痺のターン数1ターン増加ができるんですね。麻痺3ターンとなりました。まあ、これ同じ足止めキャラクターのキョウイちゃんにもできないゲートで、まあ、キョウイちゃん凍結2ターンまではいけますが3ターン無理なんですね。2ターンまでの制限があって、はい、でもこちら紹介に関してはその制限がないので3ターンになりますね。これ3ターンになると何がやばいかって、はい、4ターン目終わってまだ麻痺、はい、5ターン目まで麻痺で全くできず1周してしまいました、ターンが。でまた動けない間に紹介のスキル1から走って、はい、また麻痺2ターンと、一生大天狗に何もさせないという超ハメですね。今世紀初の最悪のハメ方で、はい、何もさせずに6ターン目に倒して勝利と、ということで化け物ですね、タイマン。まあ放置少女って皇室や闘技場だけでなく対人戦は城戦や旗取り人略と少人数同士の戦い結構あるじゃないですか。そういうところでこの人数が少ない時に行われるハメ技まともに食らったらマジでたまったもんじゃないですね。いや、旗取り人略とかマジで配下金者がこれ初回フロントに出してきたらやる気なくなる勢いで強そうですね。いや、これはぶっ壊れてる。はい、ですがもちろん失敗する事例もあって、まあ、同じ大天狗でも、はい、カヨウさんの大天狗また先手で足止めしてスキル1殴ってきますが、まあ、2ターンの麻痺つけた後落としてまた麻痺で同じように動けない状態作ってます。で、まあ、この後スキル2ですね、そのまま迎えられますがスキル2でまた落として2ターンの麻痺つけて、ここでぴったし落としちゃったりして、はい、範囲攻撃最後に2ターン麻痺したタイミングで終わっちゃってるんですね。なんで4ターン目に大天狗動いてきて、まあ、動けようもんなら、はい、めちゃくちゃな火力で、まあ、こっち避けれないとダメなんで大天狗の強襲ですね。あれで回避率 60% 下げられて、でなおかつちょっと戻しますが、まあ、戦力同じぐらいなんですが HP の差を比べてみるとボロ負けしており、まあ、体力パッシブないんですね、この紹介ちゃん。で大天狗 HP マウント取れると強襲によって回避率 60% ダウンできるんで、まあ、残影 40% の硬さから始まるこの紹介ちゃんの残影、やらかすぎて避けれないともう簡単に落ちるということで、まあ、足止めしてたから良かったものの、いざできないとこんな感じで簡単に落とされてしまうという感じで、まあ一長一短ですね。このコンボがハマればマジで気持ちいいですが、うまくいかないとこんな感じでひねり潰されてしまうと。ああいうことで、まあこんな動きがまずできますよってところを念頭に置いた上でタイマン戦やっていきますか。さあ、じゃあまずはモカさん行きましょう。さあ、モカさんの雪女、はい、先手殴らせてもらって、まあというか麻痺で絶対先手になるんで、ただ、はい、氷極によるダメージカットめちゃくちゃ出てますね。ちょっとモカさんの雪女、調整のためにバリアつけないで、やっと同じぐらいの戦力なんで、まあ、バリアなしになってますが、それでもこの氷極の発動しまくりの回ですね、まあ、まるでバリアのようなダメージカットがいっぱい出てる回を採用して、今回戦いの映像ですね、お届けしてますので、まあ、まるでバリアがあるかのような攻めづらい状況での、はい、映像をお届けしてます。まあ、めちゃくちゃ氷極カットしてますね。まあ、バリアない分ぐらいは補えてるかなというぐらい氷極出てますが、まあ、それでもやっぱり連撃回数こっちの方が圧倒的に多いので、で特に防止にはこのキャラクター強いので、雪女の一撃土管も痛いですが、まあ、基本的に麻痺で足止めして、あまり何もさせず、まあ、連撃したまま、もうこっちの連撃ばっかりぶつけて落としていくという感じで勝利となりました。まあ、ただ9ターンかかってますね。はい、これまたデッキ戦だとめちゃくちゃ手こずるパターンですね。雪女デッキ戦でこそ輝くんで、タンクとかと組まれたら巨弱つけられて火力落とされた上でタンク殴らされて全然追加攻撃が出せず負けるみたいな感じになりそうですね。はい、じゃあ次ネギ泥棒さんの周りに行きましょう。はい、同じく先手取って、まあ、風魂食らわせられなければ全く怖くなく、はい、火力も十分、まあ、周りに落としていくのにはスキル1だけで十分と言わんばかりのこの威力、まあ、落とした後のやっぱり追加の防御無視ダメージが強いですね。攻撃回数も最大24回になりますからね、スキル1は。はい、余裕で周りに落として勝利と。はい、じゃあ次、モックンさん。はい、モックンさんの猛角ですね。猛角は無理ゲーでした。まあ、まだ先手取って猛角が援護とかに入る前に殴って、この硬さですからね。いや、どんだけ硬いのっていう。はい、で、麻痺で動けない間に、
殴っていきたいんですが、まあ、ここでもう、はい、援護入りましたね、猛角。はい、援護入ったらもうどうしようもなく、ダメージ全然出せないので、まあ、列陣切れ、いつも通りですね、長期戦になります。はい、1回飛ばしますね。はい、9ターン目、はい、援護つくとこんなダメージ出ません。もう全然ダメですね。10ターン目のスキルにも、はい、これだけ。いやー、タンクに受け止められたら終わりますね。はい、そして列陣切れたので、まあ、こうなると猛角復活も何もできなくなるんで、まあ、列陣切れ猛角は簡単に倒せるんで、はい、スキル1で殴っていって落として勝利と。まあ、ただこれは逆に言うと列陣が切れちゃうぐらい猛角に全然ダメージを出せていなかったという証拠になっているので、試合に勝って勝負に負けたというような感じですか。まあ、実際のデッキ戦なんかでは猛角殴らされちゃうと紹介のいいところが潰されるなという感じになりそうですね。まあ、猛角も味方夢中に隠すんで、長老キャラクターじゃなくて皮肉キャラクターなんで、紹介のスキル2が引きつけられるだけでなく、スキル1も夢中に味方が隠れて消去法で猛角殴らされる可能性あるんで嫌なんですよね。はい、じゃあお次ハルトさんの、はい、こちら2300万、まあバリアがちゃんとついてる孫権ですね。反射が痛すぎる。はい、このキャラクター、まあ、足止めはしっかりできるんですが、唯一というか、まあ、せっかく足止めしてても反射ダメージですね、めちゃくちゃ食らっちゃうんで、はい、痛そうですね。はい、効果力があだになり、まあ、孫権やらかめなんで殴れば殴るほど反射ダメージが強烈に返ってきて、はい、あ、普通に殴られても一回落とされてますね。はい、スキル1で孫権殴りながら多分これ自滅してそろそろ終わりそうですかね。いや、体力も低いんで HP 絶対量もないんですよね、紹介ちゃん。はい、として反射で負けました。はい、じゃあお次、アイタイさんの脅威ちゃんいきましょう。はい、こっち麻痺つけて向こう凍結2ターンつけてと。はい、開幕2ターン、お互い何もできずの無の時間が、はい、2ターン分あって3ターン目からスタートですね。まあ、虚弱つけられて火力落とされ、タンクに受け止められると。まあ、これが一番嫌なパターンですね。全然ダメージ出てない。はい、として、まあ、スキル2でやっと1回落とせるぐらいですかね。いや、落とせないのか。で、脅威ちゃんの攻撃も避けて、お互いダメですね。泥試合ですね、これは。はい、そして長い試合になるのでこれも飛ばしますね。はい、結局20ターン目まで経って全く決着がつかず、はい、試合流れておしまいですね。はい、これはタンクに受け止められたんで脅威ちゃんの勝ちです、勝負的には。はい、次オドさんのリコーですね。これ何が良かって、はい、開幕リコーにめまいつけに行くんですが、まず麻痺失敗してますね。まあ、ただ今回ちょっとこっちが水戦隊で向こうが火戦隊なんで、ちょっと先手取らせてもらっちゃいました。はい、で麻痺つけて結局は足止めして、まあ、こっちがイニシアチブ握っていく形になりますが、まあ、リコーに関してはまず避けがめちゃくちゃ優秀なんで、あんまり攻撃、はい、今しかも落としちゃいましたね。はい、なんで、はい、この後ミスりまくって全くダメージ出せずと。はい、で麻痺もなくなってリコーの攻撃ですね。命中がどんどん上がっていくんで弓に強いんですね、リコーって。殴れば殴るほど命中が上がっていく。リコーのスキル12回3回と落とされて、2回ですかね、もうだいぶピンチですね。3回しか復活できないんで、あー、リコーのスキル2で殴られて負けと。でリコーしかも軽眼ついてるんで、夢中に隠すのも許さないんで、デッキ戦なんかでも嫌ですね、リコーと当たるのは。はい、超天敵です。はい、じゃあお次モカさん行きましょう。モカさんのアーグス、これも反射が強力なキャラクター、すごい反射ダメージ。はい、もうこれは殴れば殴るほど自分が落ちていって、まあ、勝手に自滅して負けですね。まあ、とにかく反射に弱いです、紹介ちゃん。はい、じゃあお次ネギ泥棒さんの、はい、こちらキューちゃんですね。まあ、キューちゃんは対マン戦そんなに強くないので、まあ、ただ硬いんで何ターンで落とせるかですね。まあ、キューちゃんに祝福麻痺で入らせないというハメ技いつも通りやってって、はい、祝福によるダメージカット分なんかの回数を減らして、はい、5ターンで落としましたね。まあ早い方ではありますが、アポロほどではありませんね。はい、じゃあお次行きましょう。太陽さんの、はい、緑ちゃん、まあ、これは3400万の緑ちゃんなんで、まあ、見てもらいたいのは勝敗云々ではなく挙動ですね。はい、今2ターン麻痺で緑ちゃん足止めしてますが、緑ちゃんの番で2ターンついた状態でターン迎えた瞬間、このキャラクター1ターン減らせるんですね。はい、自分のターン開始時、はい、でターン終える頃には麻痺がなくなっていると。なんでこっちのスキル2を打つタイミングでその麻痺を延長することができず、はい、ここで落とせないと2ターン麻痺がつけれないので、緑ちゃんの番が来ちゃって、はい、怒涛の超高火力攻撃ですね。いや、痛い本当に。はい、スキル2で落とされて殴られて負けと。まあちょっと戦力差は上なんで、とはいっても多分同格ぐらいでも今の流れ作られちゃうと負ける可能性ありますね。はい、じゃあお次リュービカリンさんの、はい、アーサーですね、タンクキャラクター。まあタンクどれだけ早く落とせるかですが、やっぱり撃砕とか箱をつけれるわけではないので、まあここら辺のガチめのタンク相手だと時間かかっちゃいますね。まあアーサーは割と火力出せてますが、とはいえまあ2桁ターンいっちゃいそうな感じでしたっけね、ちょっと覚えてませんが、はい、ちょっと飛ばしますね。はい、結局9ターン目突入しましたね。またアーサーも味方を夢中に隠すキャラクターなんで、でしかも長老キャラクターなんで、こっちのスキル1引きつけてきて麻痺をばらまかせてもらえないっていうようなことをやってくるんで、いやしかも反射ダメージ痛いですね。はい、13ターン目、いや結構かかっちゃってますね。まあ、こんな感じでタンクに吸い付けられてしまうときついなってとこではあります。まあ、これがデッキ戦だったらちょっと時間かかりすぎかなって感じですね。まあ、スサノオから暴走もらいたいですね。はい、じゃあイブキさん行きましょう。2400万、ちょっと格上のミカちゃん。はい、ミカちゃんはあんまり怖くなかったですね。はい、麻痺ではめて、
地名虫キャラクターなんで、地名虫5も麻痺は残り、はい、永遠にはめてますね。麻痺3ターン、あ、行かずに2ターン、スキル2で終わりましたね。とミカちゃんももう最近の時代には取り残されつつありますね。最近負けまくりですね、ミカちゃん。はい、じゃあお次、リレーさん行きましょう。はい、シーユー。はい、シーユーに関しても、また麻痺はめですね、これは。動けず、で、また麻痺2ターンつけて、いや、タイマンこれマジでバグ技ですよね、3ターンの麻痺。はい、シーユーちゃんが次の5ターン目まで動けないので、で、5ターン目こちらが先に動くんで、はい、スキル1からまた落として麻痺2ターンと。いや、これはずるい、本当に。はい、で、何もできず、6ターン目、最後ですね。ここで落として勝利と。もう勝負じゃないですもんね、これ。拷問ですもん、ただの。まあ、逆に言うと、この形を意図的に作り出されれば、マジで強いキャラクターですね、紹介は。はい、じゃあお次、まなみさん行きましょう。はい、タワルトータ。まあ、これはレベル差、こっちが10ぐらい勝ってるんで、まあ、弓将同士の戦いはレベルで勝ってる方がめちゃくちゃ有利なんで、はい、こっちは避けて、で、向こうはあんまり攻撃避けれず、麻痺食らっちゃって、あ、でも避けてますね、結構。で、一撃の威力比べてもらうと、タワルトータの方が圧倒的に強いんですよね。ただ、こっちの方が攻撃、はい、当てまくって、まあ、残影同士のキャラクターはいかに攻撃当てるかの勝負になるんで、まあ、タワルトータの次のスキル1なんかのダメージ見てもらえれば分かる通り、向こうの方が威力は強いんですね、一撃食らった時の。まあ、ただ、こっちが残影稼いじゃってるんで、ターン数。あ、避け回数。なんで、もうあんまり硬い残影になっちゃって痛くないんですよね。レベル高い方が先に硬い残影作れるんで、まあ、タワルトータも頑張ってますが、まあ、これはレベル3マウント取ったもん勝ちっていうのが弓同士の宿命なんで、まあ、ただ逆に言うと、それでこの9ターンとか10ターンとか、まあ、倒すのにかかってしまってるのは、まあ、まともに同じレベルでやったら、こっちが負ける可能性高いかなというところを示唆してるかなっていう気はします。はい、一応10ターン目で勝ちましたが、タワラトータに強いかどうかは、だいぶ怪しいですね。はい、じゃあネギ泥棒さん行きましょう。はい、帰国士。まあ、帰国士は怖くないですね。さすがに、昔のキャラすぎるし、帽子だし、はい、一瞬で倒して勝利と。まあ、ちゃんと強いんですよね。はい、じゃあ次、カヨウさん行きましょう。はい、エビちゃん。まあ、エビちゃんも硬いキャラクターですが、麻痺はめして同じですね。あと、エビちゃん、弓に実は弱いんで、武将に強い武将キャラクターなんで、敏将ダメージは普通に通っちゃうんですよね、エビちゃんって。なんで、めちゃくちゃ痛そうですね。はい、スキル1で倒して勝利と。はい、まなみさん行きましょう。アポロ。まあ、アポロも、剥がせばこっちのもんですからね、残影剥がして。まあ、ちょっと1枚ずつ剥がすんで、残影剥がすのが遅れるとあれですが、1枚目に残影剥がれるともう、すぐ落ちて、勝利ですね。はい、逆に、劉備かりんさんのアポロ。まあ、こちら、ちょっと200万ぐらい上ですが、はい、残影剥がすの手こずると、ミスが出ちゃうんで、1回も落として2回も落として、これ残影剥がせてませんね。あ、剥がしましたね。はい、でも落とすのが間に合わず。で、麻痺もちょうど途切れちゃってると、アポロの攻撃なんかが飛んできて、やばいことになるんで、呆れちゃいましたね、麻痺。はい、この後アポロの攻撃、威力はマジで強いんで、はい、一撃でこの威力ですね。で、レベル大体同じぐらいなんですけど、こう攻撃当たっちゃうともうこれ、一撃で致命傷までいっちゃうんで、まあやっぱり、紹介ちゃんの耐久の弱さですね。夢中に隠れないとダメなぐらい耐久弱いんで、怠慢だと殴られたらこうなっちゃうんですよね。まあ、歴戦では夢中に隠れて、なんとかなるかなとは思いますが、剥がせるアポロにすら負けてるんで、スタノーと組まれて、剥がれないアポロになったら、より負ける可能性高いなという怖さはありますよね。はい、じゃあ、伊吹さん行きましょう。はい、伊吹さんのルシファー、麻痺で足止めして。まあ、影子をつけ、でかい影子をつけるんで、この影子が硬いですね。なんで、影子壊れ待ちですね。剥がれない影子なんで、しっかり耐えられちゃってますね。まあ、これは、また泥仕合ですね。意外と硬いです、ルシファー。あと、足止めしててもルシファーの場合は、15% の HP 減らし、麻痺状態でもぶつけてくるんで、はい、今麻痺状態ですが、ルシファーのターン、1、2、3と、はい、ぶつけてくるんですね。まあ、あれで徐々に HP 麻痺状態でも減らしてくるんで、麻痺が解けた頃に飛んでくる攻撃ちょっと痛かったりするんですよね、ルシファーの。結構長い試合になっちゃってますね。まあ、常闇なんかで現金とかつけられたり、束縛つけられたりして火力落とされちゃってるのが地味に攻めきれない理由になっちゃってますね。あと、捕虜つけてくるんですよね、ルシファーって。しかも体力が低い敵に対して捕虜つけるんで、で、紹介ちゃん体力低いんで、宇宙に逃げれなくされちゃう可能性があるんですよね、捕虜によって。と、ルシファーちゃんも怖いです、歴戦だと。はい、じゃあ、工芸いきますか。はい、工芸に関してもまあいい試合でしたが、まあ、やっぱり足止めずるいですよね、タイマン戦においては。まあ、デッキ戦だと工芸の割り込み敏将ダメージなんかで攻められてだいぶきついと思います、はい。まあ、タイマンでもこれだけ時間かかっちゃってるんで、まあ、デッキ戦だと工芸の方がどうかな。でも麻痺でこっちも足止めしますからね。まあ、お互い器用なキャラですよね、はい。工芸の攻撃も普通に痛いですからね。で、特に工芸必中で殴れるんで、まあ、こっちの残影ですね、なんかの効果をあんまり上げてもらえないってことで、まあ、避けがうまく出ないと残影って硬くならないんで、まあ、工芸みたいな必中キャラクターに殴られると
ちょっと危なくはありますね。まあ、麻痺で足止めできてるからなんとかなってますね。焦げが攻撃してくる前に落とすと、急いで落とさないとやられるのは自分ですからね。はい、焦げのスキル1飛んできそうですねこれ。あ、麻痺まだなってる、はい、麻痺のうちに落として勝利と。まあ、ヒヤヒヤもんですね。はい、じゃあお次、はい、オーディン麻痺で止めて殴ってきますが、まずは道連れ反撃、これが痛いですね。これギリギリ耐えてますが、まあこれで落とされてたらもう全然ダメですもんね。でしかもオーディンに関しても必中攻撃ができるんで、まあ麻痺が解けたら向こうの番ですね。はい、あ、残念ながら麻痺の延長できませんでした。はい、オーディンのスキル1飛んできます。まあ耐えられるかどうかですねこれ。はい、まず3発 HP 減らしした後必中、あいのこの攻撃が痛いですね。やっぱり2回落とされて2回半行かれましたね。はい、スキルにも必中攻撃の要素あるんで、まあうまく噛み合うと危ないですが、まあ、スキル1の方が怖いですねやっぱりオーディンは。はい、また麻痺で止めて時間稼ぎですね。なんとかしてくれと。まあ、この間に味方も合わせて殴っていけば面白いかもしれませんね。まあ、でも味方が殴って溶けちゃったりするんですよね、復活キャラクターなんで。オーディンは致命虫キャラクターなら残るんですが、そういう意味でもオーディンは嫌ですね、復活キャラクターってところ。はい、結局必中で殴られて負けました。はい、じゃあお次、はい、エンテイですね。エンテイも麻痺で止めて、まあ、このキャラクターも剥がれない残影状態ってことで、まあ、さっきの弓将同士の戦いと同じですね。で特にエンテイ火力馬鹿力なんで、まあまともに殴り合ったら圧倒的にエンテイに軍配が上がるってことで、まあ、こっちはいかに足止めするかですが、動いちゃいましたね。いや痛すぎる。はい、なんとか避けてますが、まあ、避けて硬さは今結構できましたね。でもう5ターン目、また麻痺から、まあ十分な嫌がらせはできてると思いますが、麻痺が解けた瞬間の火力がやっぱり桁違いにエンテイのが上ですね。まあ、あくまでやっぱりこの紹介ちゃんは敵を落とした時の追い打ち攻撃が強いキャラクターなんで、まあ、それができないともう火力は雲泥の差ですね。で残影キャラクターにはそれを持っていくのが難しいんですよね、避けられちゃうから。はい、ということで、まあ、麻痺でなんとか頑張ってますが、はい、ひとたびエンテイが動き出すと一撃でドカンと落とされて、いや痛いですね。もうここで落ちててもおかしくないですね。はい、エンテイのスキル2で殴られて負けと。はい、ということで SKG メンバーのみんなありがとうございました。はい、紹介ちゃんいかがだったでしょうか。まあもうめちゃくちゃ面白いタイマン戦ができるキャラクターですね。いやほんと白戦だとか旗取り人略なんかで遊びで入れたいですもん、ハイカキンサバなんか。まあただこういった足止めキャラクターっていうのはデッキ戦が本領発揮の場所なんで、まあ下のデッキ戦ですね、もうめちゃくちゃ脅威ちゃんと組ませたりスサノオと組ませたりするのが楽しみなんで、まあここどう暴れてくれるか、明日お昼ぐらいからまた収録しようかなと思ってますんで、デッキ戦の映像も楽しみにしててください。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。押す。